松本さんと浜田さんはもともと一人の人間だったそうですが、どうして二人に分かれたのですか。いや、これはもうそのままじゃないですか。善の心と悪の心。善と悪、善善あ。お前が悪に決まってるだろ。なんでやねん。例えばさ、お年寄りを思いやる心とか、そういうのをなんで君はモテへんの。なんであんなにモテへんの。その言い方がおもろいだけやないいや本当に何がいいの。あれがわからないんですよね。僕やっぱり年寄りとか小動物とかはすごいやっぱり、あのまあ年寄りと小動物を一緒にした時点でもおかしいお前がちょっとおかしいね、もしお笑いの仕事をやってなかったら今頃なんかそういう介護の仕事してると思いますね。ここはぶっちゃけた話。いやぶっちゃけんでもええけど、松本ええ学校言うなと思われるかもしれませんけど、いや思ってます。僕はやっぱりあのおじいちゃんおばあちゃんを洗いたい。1日やっぱり1000から2000洗っていきたい。これからのことを考えればね。今やっぱり今でもできるよ。別にこんな仕事してたってそういう仕事はできるよ。何がですね。ボランティアということで。いやまあ実際これも信じてもらえるかどうかわからないけど、もうやってるよ。ものすごい洗いましたよ。ものすごい洗った。もう今年だけでも石鹸5個。もう今6個目ですよ。今6個目ですよ。石鹸で洗ってんの。そうですよ。ガンガン洗ってるんですよ。今度連れてってや。笑うもんお前。ちょっとこう何あの泡がブクブクってってジジイがなったら笑うでしょ。まあ僕も今ジジイ言うてまいりました。薬品や化粧品などにお子様の手の届かないところに置いてくださいと書いてありますが、はあはあはあ、どこまでが届いてどこまでが届かないのか境目を教えてください。ああなるほどね、これはあの大事なことですね。いやお子様ですからもうタンスの上で十分ですよ。あ出た出た。あのね君ね、興味の子供は高いところから台持ってきて上がるぐらいのここはあるわけですよ。猿じゃないんですから、うん、そう考えたらね、子供の手の届かないとこなんてないわけですよ、なかなかね。でも台置いたって届けへんとこあるやん。あららら、それはどこでしょう。いや、結構上やったら。しかもあなたは子供っていうものをバカにしてませんか。いや、そんなしてないです。子供言ったってでかい子供いますよ、今は。まあまあね。そうでしょ、うん、小学校1年生言うたってもう160ぐらいある子。いや、そうやそうや。いますいますよ。1年で160。いますいます、なんぼでもいます。あ今走った。いや走ってた走ってた。そんなやつが何でもあるの。うろうろしてんの。走ってた走ってた。いやお前連れてこいや。いやいやもう走っていったもん。いや走っていったって追いつけよ。早い早い、ものすごい早かったもん。ボンボンいるわけですよ。あ今もそこ走ってた。ボンボンいるわけですから、そんなもんダメですよ。どこがいいの置いてる場所。どこがいいと思いますか。お前に聞いてんねん。あなたみたいなもんがどこがいいと思う。何してんのお前。ねえ。うわ戻すな。ねえ。いや棚じゃなかったらどこがええねん。じゃあ教えましょう。子供が手を伸ばしても絶対に 手が届かないところっていうのは一つだけありますよ。どこですか。僕でしょ。スターですから。彼は狂ってるんです。これは子供に関わらず老若男女、僕にの僕は手の届かない存在ですよね。高根のごっつ花ですよね。ごっつ高根花ですよね。例えばあなたなんてもうなんぼでも手届くじゃないですか。しょうもない。なんぼでも触り。何でも触れるじゃないですか。僕はやっぱり触れないですよ。何もでも触れる。いやいや、キラボシですよ。キラボシオですよ。そういうことを言ってるんですよ。だから僕がこうハハハハハと薬品を持てば、もう子供はああもう無理と。まっちゃんには無理っていう。かつてジャパンカップで3年連続
優勝騎手となった松本さんに質問です、はいはい、ええ、競馬の騎手はゴール直前馬を奮起させるために鞭を打ったり後頭部を手で押しますが、うん、それでも走らない時のために最終手段としてある裏技があるそうですが、それはどうするのですか。今の説明を聞いてるとね、はい、結局全部同じところにこう気持ちがいってますね。というのは馬を走らすために馬を痛めつけるという方向に走ってるじゃないですか。これは子どもの教育と一緒ですよ。痛めつけて勉強しなさい、うん、勉強しなさいこの子は勉強しましたかとそれはどうですか。なんで俺がそんな怒られるんですか。ねえちょっと面白かった。あなた子供の時考えてみ、はい、ねえ親から叩かれ叩かれククを覚えなさい、ククを覚えなさい、それで丸出すか。そうでしょ、はい、それを僕は言ってるわけですよ。なるほど、いやそれはよくわかりますよ、はい、こんなガンガン頭ごなしにやられてもね、頭ごなしにやられて反発してしまいますよ。反発しますよ、馬にしたら。あなたが馬ならどうですか。いや嫌ですね。そりゃそうでしょ、はい、もうその馬肉がもう拒絶反応を示しますわ。いや あいつはもう全部で馬肉やから別にここが馬肉とかそんな不義理はないんだ。いやいや馬自身よりももう馬肉がもう嫌がりますわね。馬魂。ああ分かりますね。え馬うん、それがもう全部拒絶反応示します。それはそうです、そういうもんですから。そういうことするなと。これは馬に関してじゃなくて、はい、やっぱり叩かれたら誰だってナーバスになりますから。はいはい、そうでしょ。ええ気はしないですね。いい気はしないですよ。はいはいはい、うん、はい、だそれをやめてくれって俺は言うてんねや、お前に。出てきて数分で拳でガーン馬肉がおかしなるわ。お前これ浮かんでない。いや本当そうです。いやだから今言ってんのは、はいはいはい、最終手段を教えてくださいっていう話ですよ。ムチと首以外であるんでしょ、うんうん、それでも走れへん時の裏技を教えてほしい。ああ、裏技ね。これはでもそういうことしてやるなっていうことでしょ。あなたそういうことしてやるな。僕ね本当に僕は動物愛護協会ですよのナンバー2の人間です。えらでも来年にはもうナンバーワンなんですよ。去年ナンバーエイトでした。おええやん。ガーン今年1年で跳ね上がりましたから。すごいなものすごいですよ動物愛護協会。はい、ええ、いや どうしてやるんですか。殴ったり押したりせんと。ああああああ、それを教えてください。どうしてやったらいいと思う。どうしてやるのがええねんお前は。馬はでもね、あれパンパンやられるからって別にムカついてるかって言うたらちょっと違うような気するんですよ。いやでも痛いから走るんでしょう。まあ動物の生態をもうちょっと勉強した方がいいかもわかんないですよね。まあ、そんなんええから裏技教えろや。これやったら走るっていう機種が、うん、機種がまあこう乗ってますわな、はいはい、こうバーンいたいてそれでも走らない最初はうんって頑張るんですけど、うん、もう無理ですわ、うん、無理ですわ、うん、ってなるわけですよ。で首がーって痛い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 もう無理ですわ無理ですわってなるわけですよ。でももうゴール直前ですよ。もうダッシュかけたらもう何とかしてほしいという時にね、うん、機種が一つ、これはもうほんと取っておき、こんなもん絶対二度と聞けないですからね、うん、よう覚えておいてくださいよ、はい、機種はね泣くんですよ馬の背中の上でもうほんなら馬は泣いてはるあんなに厳しかった人があんな厳しかった牧野さんが牧野さん泣いてはるって思うわけですよ。ほいで頑張ろうという気持ちになるんですよ。頑張った方ちゃうの。いやあかん言うてどうすかお前何やねん今日は。それでああ嫌な感じやな。ああなるほどね。まあいいじゃないですか。もう今ああそうですね、もうみんな分かりました。ああ分かってくれましたか。大丈夫です。やっぱりねもっとね動物のことを僕みんなにしてほしいと思いますよ。ああそうですか。僕またちょっとマングローブの話
マングローブの話もあるんですけども、まだどん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 知識知れてますから、あのリスの話っていうのはもういい。いや、これものすごいいい話なんですけどね。いやもういい。あのね、何分ぐらいかな。いやいや、もうそんなにかからない。ええ小1時間です。いや、あかんよ。いやいや、もう大丈夫大丈夫。1分ぐらいにしよう。あ、1分ぐらい。リスっていうのはね、いや俺に言わんとみんなに言ったって。俺はお前に聞かしたいんだ。そしてお前を泣かしたいんだ。何もらい泣きする話。わかったわ。あのね、リスっていうのはね、どんぐりを食べおるんですよ。うん、どんぐり、わかります？はい。でね、リスっていうのは全部よう食べへんのですね。うん、お腹いっぱいになってしまうし、でね、でどんぐりを拾うとね、トコ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 と言ってね、どっかにどんぐりを隠してまいよるんですね。ところがリスはアホなんです。どんぐりを隠したはいいが、自分がどんぐりをどこに隠したとか、どんぐりを隠したことすら忘れとるんです。ね、リスってアホやなって思うでしょ。ところがそれをすることによって、どんぐりはリスによってどんどん運ばれていくわけですね。これマングローブの話と全く同じなんですよ。どんぐりはどん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 自分のエリアを広げていってるわけですよ。アホなリスによってどんぐりは助けられとるんですよ。どうすか。3日前なんですけどね、うん、びっくり。35歳、はい、来年年男。冗談でも嘘でも何でもないんですけど、寝正面してしまいました。しました。うん、まあ、でもそれは全然あるらしいね。いや知らんけど。わお。いやそれは知らんけど、あのね、僕ね、いろんな人に言うたんですよ。ほのね、あるんですって、たまにそういうことは。いやいや、あのね、子供の時みたいにシーツべっちょりっていうことじゃないですよ。うんうん、コップ一杯ぐらい。いや十分や。コップ一杯だったら十分やから。もう全部出しとるからそれ。起きたらめっちゃ冷たかったんですよ。どうしよう思って何回も匂ったんですけど、匂うじゃないですか、濡れてるんですから、何か分からへんから、匂ったらアンモニア、明らかに。うわ、おねしょやんと思って。いや、僕は聞いたことないね、でも周りの人もね。いやでもね、今でもね、あれ前ほらゴッツかなんかで軽井沢かどうか行ったやろ。はいはい。あん時にあのアホ、あいつの部屋でみんなで明け方まで遊んでたんですよ。うん、ほんならあいつほらあんな調子乗ってやるやんか、うん、歯磨こう言うて、うん、風呂上がってきて素っ裸でこうやって歯が磨いて、はいはい、ほんなら東野がなんかちょっとなんかびっくりするような話したんですよ。うん、え、嘘って言うたらピュッて出たんですよ。何が出た？ションベンですよ。絨毯にボドボドって落ちたんです。みんなめちゃめちゃ引きましたもん。軽井沢やぞ。いや、それは関係ないわね。出す気もないのに出されたら怖いよな。びっくりして、え、嘘って言ってボドボドって落ちたんですよ。避暑地軽井沢ですよ。いや、じゃあ場所関係ないっちゅう。まあそんなこともありますから、皆さん本当気をつけてくださいね。いや、みんな言わんでもさ、あんたが今後気付けたら。いや、でもあるでしょ、みんな人に言えんだけで。ここだけの話もう映しませんから、この番組ほら客席映しませんからね。いや、ほんなおねしょしたことある。いや、あるやつ。ほんま正直に言えよ、二十歳ぐらいになってからおねしょしたことあるっていう人手挙げてみ。ほら、俺へんよ。いや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 、そらおれへんって。そらおれへん。いやいや、そんなことないやん。お前ら、あ、おなんですぐ手挙げへんねん、お前。したことあるよな。いくつの時や。22歳。怖っ。今の話嘘やね。そんなんせえへんよ。怖っ。そんなんせえへんよ。自分まんまと引っかかってんねん。あるかいな。なあ。せっかく勇気出して手挙げたのに。それあるんですよ。もう本当に。まあまあ。ええやな。あんたどこ行ってたんだっけ？オランダ。まあオランダね。ね。
やっぱりあのレポーターっちゅうのはおるんですね。ああそうですね、いますね、うん、ほいでどこ行くんですか言うからオランダです、仕事でオランダに行くんです、仕事でオランダに行くんです言うてんの、こっち帰ってきて何や聞いたらまっちゃんマル秘旅行言うてんの仕事やんてんの、そんなに怒らんでもええやん。でね、なんかね、上機嫌でとか言ってね、普通やっちゅうね、普段の俺知らんくせに上機嫌かどうか分かんのかよ。それ考えすぎやって、恵比寿顔で有名なまっちゃんですよ。え、初めて僕は子供あの取り上げられた時にさんまさんが恵比寿顔の子やーって笑ったんですよ、僕はもうあはははは泣けへん、この子は恵比寿顔の子やー言うて、恵比寿顔の子、恵比寿顔の子や町内2周半したんですよ、襲われたばっかりで。まあまあそれは嘘ですけどね。ほんまにね、もうなんや腹立ちますよね、ああいうのね、うん、もう日本人なんかいなかったでしょ、日本人全然おれへんな。あ、そうですよね、みんなどこ行ってんの。やっぱりあれか、わざわざ正月にオランダ行こうっちゅう、いや、まあ、あんまりおらんのか、ね、もう俺はでも楽しかったですけどね。あ、そう、あのアンネの隠れ家も見てきましたよ、言ってたからね、アンネの隠れ家行ったことありますか、行ってもらう言ってね、あの本棚の裏を開けたらこう隠し扉みたいになってて、うんうん、そこの奥がもう全部あの隠し部屋になってるんですよ、うん、これちょっと興奮しましたよやっぱり、これはね、私アンネの日記も読んでましたから、うん、結構あの興味津々でしたよ、思いっきりあのアンネと目合いましたですけどね。言わんといて、アンネが、あーここかー言ってパッと見たらコントやねんけど、あれはね、あのびっくりしましたよ。ねえ、まあ興味あるんやったらね、それは全然行ってみた方がそれはいいでしょうし、あのね、海外って面白いの、あのおもちゃ屋とか面白いですね、うん、びっくりしたんですけど、ほら、リカちゃん人形とかバービー人形とか、うんうん、こっちやったらあるでしょ、うんうん、あれの多分代わりなんでしょう、うん、オランダ特有のもんなんでしょうけど、あれで馬なんですよそんな日本売ってないでしょ、馬のこんな人形で、うん、髪の毛長いんですよ、たてがみが、うん、ほんで櫛とビーズがついててね、ほうほう、で箱の裏見たらこのビーズを自分の好きなようにつけて馬につけて、うん、遊ぶんですって、うん、ビューティフルホースって書いてある、そのままや。松本さんは、はい、浜田さんを毎年年始にいろんな方法で、占ってあげているそうですが、はあはあ、今年はどんな占い方をしてあげるんですか。いや、どんな占い方でもできますよ。どういうことですか、どんな占い方。いや、僕は占い全部、なんたら戦術やらなんや、手相から、戦術、何、ほくろ占いからもう何でもかんでもできますからね何だってできますよ。占いと手相は関係あるんですか。関係ありますよ。ああ、その先のことが分かるわけですからね。いや、もう何でもいいですけど。何がですか。いや、なんかもう簡単なもんで。いや、違うかね。それが物を頼む態度か。見てもらおういう人間が何でもいいっすよ。なんやそれ。社会人かお前は。それで、ああこの子見てあげよう、この子の将来を見てあげようって誰が思うねん。せやろうが。普通なら5000円なり1万円なり持ってくるもんやんけ。それをただで、何でもいいし。フレンドリーすぎるんじゃボケ。なんでこんな怒られなあかんの。じゃあほんならお願いします。何本出すね。ほんまにかけておるで。なんでそんなええわ。5000円。お前嘘やんけ。出てこないと言うだけのやつに。いや、ほんまに5000円払ったらほんまのこと言うから。いや、ほんまのことってお前に何やわかんねえ。ほんまにわかるって、ほんまにわかるから、ほんまに5000円ちょうだい、マジで。いや、なんで。いやいや、ほらほんまに、ほんまに。いや、なんで、なんで。ここをね、俺ギャグでうやむやしたくない。いや、違うわな。お前何もわかれへんのにな。いやいや、ほんまに5000円ちょうだい、マジで。いや、だからなんで。いや、なんで5000円やらなあかんねん。見るからやん。いや、だから
お前今年1年どんなことあるかお前分かんのか。いや、なあ、何言ってんねん、ぶっさくな顔しやがって分かんのか。なあ、ほんなら6月の26日何があんねん、分かんのかい。分かれへんやろ、それはみんなやろが5000円払えよ。早く持ってきてくれ、花田さん。自分間違ってる。なんでやねん。いやいや、じゃあ分かった、お前その5000円の出し方からもう占ってあげる。は、なんなら、え、どはやあれははや5000円で占ったくて何が問題あんねん。だからええー、って言うてやん。それやったらその辺の人に占って、例えば俺に5000円で見てほしいよね。ほら、うん言うてるやん。そんな人のこっちゃから言うてんねん。こんな横分けの子でも言うてんねん。横分けちゃうやん、ちゃんと見ようやん。センター分けやん。こんなセンター分けの子でもうん言うてんねん。なんで分け目がないよお前が5000円払うの。何アホやな。それ誰の5000円？え？財布？財布なかったやろ。へへへへ。誰の5000円これ？ちゃんともらいや、こっちから。いや、なんでやねん。お前やわ、5000円。やめときや、自分。そう、やらしいことしなや。やらしいことあるひもな。技術を売ってんねやないか。今、どうせまたデタラメ言うねやろ、今から。ごっついやる気なくなった。もうええ。返せや。返せや。何やねん。返せや。めっちゃね、見てほしいんか見てほしいんか。いや、俺は見ていらん言ってるやん、さっきから。見てあるから、もう。何やねん、もうええ言ってんのに。デタラメとか、もうそんなんあれへんがね。5000円返せよ。何や、この手。あ、そう。お前。はい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 。ちょっと光の加減があれなんだ。はい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 。右を見る、あ、左を見る、うん、あ、そう。くっさい、嫌な。くさい。くさないやん、全然。うちの相方、手がくさい。なんだお前、お前。今のちょっとおもろかったな。はいはいはい。ああ、ちゃうわ。何やねん。わかった、なんかあると思うから。わかったわかった。お前ね、骨折れてる。え、手の骨折れてるわ。いや、思いっきり。いや、全然折れてへん。違う、もうちょっとあと5000円出したらもっと見たい。なんでやねん。ほくろ先生術しようか。なんで。さっきので見てくれや、もう5000円で。まあ、あとで払えよ、お前。なんで払わなあかんねん。ここに1個あるな。はい。ほいで。きったない。顔臭いな、お前。おい。臭い言うな。顔が臭いやつって。うちの相方、顔臭い。お前、顔臭いやつ見たことあんのか。あんま触りたないな。ネバネバやな。どこあと、なんか首んとこにもあったやろ。うわ、切ったな。うわ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 、四角になったり丸になったりして。幼少時代をジャングルで過ごしながら、はいはい、一度も怪我や病気にかからなかった松本さんに質問です。これは不思議。夜寝ている時に蚊に刺されない方法を教えてください。ああ、これはちょっと季節外れの話ですけどね。あ、まあまあね。うん、女それ教えたってよ。蚊になぜ刺されるのかっていうことをね、うん、あの考えてみたらわかると思うんですけど、うん、結局選択肢が多すぎるっていうのがあるんですね。どういうこと？例えばあなたのこう体ありますよね。うん、これまあ蚊にすれば。うん、ここを刺しても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 一緒なわけですよ。ほうほうここを刺してもね。うん、だから蚊は刺し倒すわけですよ。うん、美味しいところを一個だけにするんですよ。うん、ここに美味しい蚊が美味しがるところを一点に集めるんですよ。うん、ということは蚊はここを狙ってきますよね。うん、でも蚊は一匹じゃないから取り合いするわけですよ。うん、
ここ、うん、でもどうでしょう、あなた中華料理屋さんに行って、うん、めちゃ美味しい北京ダックが、うん、5人で行った時に1個しかなかった場合、うん、どうぞどうぞ、うん、どうぞどうぞ、うん、結局誰も食べない、うん、遠慮し合って遠慮し合ってた。僕もものすごい今いいこと言うてるでしょ、うん、いや、ほんで、ほんで何それを利用するんですよ。だからどうしたらいいの、刺されへんの。美味しいところを1個作るんですよ。どうやってえ？どうやって、どうやってえ？どうやって、もっと大きい声で言わんと。どうやって作るの、どうやって作るの、美味しいとこどうやって作るの。え、どういうこと。いやいや、美味しいとこ作ったらいいんでしょ。美味しいとこ、美味しいところです、うん、それはどうやって作るか言えへんかったらみんな防ぎようがない。さあ、それやそれ分かれへんや。えらい答えになってもうたな。だってそれ分かれへんや。刺されへん方法自分知ってるからみんな聞こうとしてんねや。何、知らんねやん刺されへん方法なんて。え、何、刺されへん方法知らんのでしょ。知ってるやん、言うてるやん。でもやり方知らんやん。知らんやん、ほなあかんやん。知らんやん、だからあかんやん。え、そこまで俺責任持つの。当たり前やん、そんなもん。なんて、誰も美味しいとこ作るなんていうことすら知らんかったんやで。分かった分かった、じゃあ言うわ、うん、まずいところをいっぱい作っていくんですよ。それはどうやって作るの。それは知らんやん。それやったらあかんやん。あ、分かった、オレンジ味にするんです。いやだからいやだから、それどうやって作るの、オレンジ味を。どうやって作るのって、それオレンジ味やで。作られへんやろ。うん、作られへんな。言うたらあかんやん、作られへんかったら言うたらあかんやん。やった気づいた。作られへんのに言うてもうてかも。作られへんのにそんなん言うからや。言うたらあかんやん。ええわ、もう。あのね、この間ね、久しぶりにね、はい、あの実家帰ってきたんですよ、10年ぶりぐらいですか。ああ、よろしいな。すごかったですよ、まあそれだけなんですけど。ちょ、待てや。なんかあるやろ。いや別に何もないですけどね。そんな一時言わんでええやないか、甘帰ったんて。なんかあるからいいのやろ、ただ兄貴の子供たちが寄ってきて僕のことをまっちゃんまっちゃんっていうのはちょっと気持ち悪かったですけどね。普通はほら、おじさんとかおっちゃんとか言わないといけないんですけど、テレビでしか僕を見たことないから、まっちゃんまっちゃんって言うんですね。あれしゃあないかな。まあしゃあないけどね。まっちゃん一緒に風呂入ろうやとか、まっちゃん今日は泊まっていくんやろって、むくちゃらしい言ってましたね。あのいっぱい人にも会いましたけどね。もうでもね、やっぱりね、すごいなと思いましたね。何がいいの。普段この業界人じゃないですか、うん、まあ言うたって、うん、まあ周りの人も、年越えてもみんな、なんちゅうの、若い格好してるじゃないですか、うんうんうん、もう、田舎帰って、その連れに会ったら、ほんま、ただのおっさんなんですよ。どこのメーカーやねん、みたいな、もう、がっそり来てね、おー、まっつん、言うてますからね。まっつん、久しぶりやん。ただのおっさんなんですよ。もう油切ってるし、もうちょっと毛も薄かったりとかね。昔なんかごっつい女の子に人気あったサッカー部のやつなんてもうズンベラボンやもんな。ズンベラボンなんですよ。ここしか毛のやつ。あれは最初見たけどびっくりしたわ。ドーナツ化現象ですよ。もう浮世離れした頭が。いやいや、それちょっと言葉が違うな。いやー、びっくりしますね。そう、そんなんなん、女とかには会ってないの。あ、女会ってないんですよ。女もちょっともうごっつおわになってんじゃん。いや、それはもうそれやったらごっつみたいわ。ごっつみたいでしょ。みたい、まあ、おいらがほら、ええー、わーあいつって言うてたんかわいいわーとか、気持ちええわー言うてたんすか。もう、もう歩きゃもう抜け毛抜け毛ですよ。なんでやねん、なんか死にかけとるやねん。もうこうやったらガッソー抜けてますよ。そんなんなってんやったら病院におらな、お前。ぼちぼちもう年も明けたし、ええ加減にせないかんですよ。何がいいの。罰ゲームの方を。ありがとうございます、ありがとうございます。それで、うん、まあ罰ですから、お前に OK とか NO とかいう権利はもうないわけですよ。まあそうですよね、だってお前が OK した時点でそれはもう罰じゃなくなるじゃないですか、うんうんうん、でまあスタッフでまあいろいろ考えたんですけども、まああの外国行こうか、うん、なんやタイタニックなんや、まだうちのおかんと絡めようか、うんうん、まあいろんなことありましたですけども、まあ、そんなこと言うててもしょうがないし、うん、ダブルハゲちゃんズということに決まりましたので、うん、ネタも考えないといけない。いや、ちょっと待てよ、うん、何やダブルハゲちゃんズって。
ハゲてるでしょ。いやそれハゲとは言えへんけど、ハゲにしてるでしょ、うん、でもなんでダブルハゲちゃんズ。え、ダブルハゲちゃんズってどういうこと。いやいや、じゃあズってどういうこと。いや、ツインですから、ダブルツイン、わかるでしょ、二人でしょ。いや、言うてるやん、言うてるやん、自分みたいにな、俺頭そんな綺麗な形じゃないのよ。これカットでうまいことこう見えんようにしてるけど、俺こんな頭やん。こっち後ろや、これ前。横から見たらこんなんやんの俺。だからこそ、ああ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 、なんかかっこいいようになってどうすんの。もかたがよ、もかたがよ。あんなんしょうや、あのマジックあるやん、イリュージョン、イリュージョンみたいなのあるじゃないですか。なんかこんなんでふわーってやって、でパッてやったらチャイナドレスになってるみたいな。ああそうやろ。だからあなたそのままの状態で、でこういうなんかふわーってやって、ふわってやったらもうゴリになる。バーンバッパンパンパバーン、いやそうですねっていう感じでやりましょうね。いやいやいや、もうだからネタも、いや確かにね、それあのテレビで見たら面白い。面白いですね。でも、それはなんでやねん。もうお前はほら家庭も持ってるし、はいはい、何を異性意識することがあんねん。いや異性じゃない、モテたいんか、モテたいんか。まあモテて生きたいんか、モテて生きたいんか。なんで言い方が変わるの。一個一個に体調の体に全員の因果、そういう意味やな、もうええねん。そういう意味やらしい。なんやそれ。ほなうんこ食え、うんこ。俺の下うんこ食え。お前な、ああテレビに流されへんがな。ああ流さんでもええやないか。なんでやねん。オンエアはさできへんよ。待て、オンエアは絶対できへんよ。相方のうんこ食うた言うたらもうこの先何やってもあかんもん。はあ、この人相方のうんこ食べたっていう目でずっと見られるから、いや仕切ってても、いやな、いやそれまでとか言うたってもう全然説得力ないもん。相方のうんこ食べたやつが何しとんねん言うたってもう全然あかんもん。まあまあ食べるとは言うてないがな。2つしかないやん、いろいろ考えたら2つしかないやん。いやいや、何でも、なんでうんこ食うのは嫌なの。異性か。うんこ食べたって思われてもうなんかモテへんようになるのが嫌なの。モテたいんか。体調の体に出よう。もうええん。クラクションを鳴らすとき相手に不快感を抱かせないためにどんな工夫をしていましたか。クラクション殺人なんてこともムカついた言うてね、ムカついた言うてね、 ありましたね、うん、ちょっと前も。あんなもんはもう何でしょうか、クラクションで。でもなんかムカッとする時もないですか、なんでここで鳴らすねんと。そうなんです、うん、それはもうもちろんそうなんですよ、うん、そうですよ。や誰やねんお前。だからちょっと今桜中学の校長の真似してみたんですけど。でもね、やっぱり僕が思うのはね、優しさやと思うんです、うん、どこで優しさ持つか、末端の優しさ、末端の優しさっていうこと、ね、なんで2回言うの。いやいやいや、むしろ3回言いたかったの、2回で止めたぐらい。なんやろ、全てが優しさでいけるわけないじゃないですか、うん、どっかに厳しさを持ちますよ。ああそらそう、最後の最後は優しさで締めようや。ああ寿司の最後をトロで締めようっていうのと同じみたいなもので。一緒ちゃうそんなの。例えばじゃ あ私前の車です、あなたは後ろの車です、ゴッツトロイです、前が僕が、はい、赤から青になりました。ああなるほど、全然いかないです。ああなるほど、ちょっと鳴らしてあげてください。はい、はい、もうああね、そしたらもう降りてきて、お前さっきから何鳴らしてんだ。自慢の鼻を切ってやろうかというようなことになるわけですよ。はい、そうですかね。でも普通以上のクラクション鳴らせば逆に言うてこないですよ。え、どういうことですか。怖いから。あ、でもね、うん、その力で相手を抑えるっていうのも僕はどうかと思うんですよ。絶対抑えた力はどっかで出ますよ、絶対に。抑えた力、そうでしょ、はいはい、こっちの乳首を抑えたら絶対こっちの。いやそんな関係ない。そんな関係ない。もう例えボロボロやねお前。
だから僕はそれはできないんですね。だからこうじゃあ行きましょう、うん、乗ってるで赤になったらなかなか前が行かないっていう時、うん、僕も最初はふわーって鳴らしますよ、はいはい、ふわーって鳴らしてふわっは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 っ最後は笑ってあげましょう。誰が笑うの？ふわいや誰が笑うの？車がそして僕がふわあああそんなお前ら笑ってたって意味ないやんけ。そんな見てないわな誰も。でもねふわあっていうのはダメですよ。それはやっぱりあのなんやこらってなるじゃないですか。いやそれはまあそれは分かるよ全然分かるよ。だからふわあふわあいやだからほんまに車の前の部分がそんな顔になってそんな顔になってねえ喋りなもうそんな顔になって最近はイラついてないですか？最近はで僕はイラついたことないですよあんまり。いや別にそんなの全然。いや僕ねあのあれなんですよ、あのよくあれと一緒におるって言われるでしょ木村と、うんうんうん、僕よりもあいつの方がひどいんですよ。はいはいはい。もうすぐ怒るんですよ、うん、ほいであのこの間もおかしかったんですけど、うん、2人で中華料理屋行ったんですよ、うん、俺何言うたかな、焼き飯言うたんか、うん、チャーハン、うん、であいつがね麻婆豆腐って言うてね、ほい、うん、頼んでこうタバコバーって吸ってたんですよ、うん、ね、まあ吸いますわね、でバーッ消しますよね、おかしいな、またもう一本、うん、普通中華料理屋でタバコを2本吸わしちゃダメですよね、うん、2本目に手かけてふわーもう2本目ですよ、うん、もう10分15分経ってるんですよ、何の音沙汰もないんですよ、うん、でそのちょっと奥に調理場があるんですけど、うん、その調理場からそのなんていうのかな、ジューとかね、うん、料理してる音がするトントントンらしきものも一切聞こえてくる、うん、おかしないか、うん、でまあ俺も確かにちょっとイライラしてたんですよ、うん、ほんなんもうあの男がもうワッと立ち上がってもううろ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 店内を、それはお前が刺してんねんお前がおかしないかって言えへんかったらあいつ何もせえへんがな、うん、ほいでねでああうろ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 しだしたんですよ、うん、ああこれまた始まったわこいつ、また木村のまた久しぶりに、うん、今までいろんなとこで切れんの見てきたけど、また今回は木村 VS 中国人や、うん、木村 VS 野良犬とかいっぱい見てきたけどあいつは何でもありかい、木村 VS ビデオ屋の兄ちゃんとかいっぱい見てきましたけど、今回の中国人やなぁ思って、まぁ、あ、ちょっとまぁ、あ、見てたんですけど、ほらうろ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 、何してんの何してんの言い出して、あやばいなやばいな思ってたら、なんかねコックがね勝手口が裏にあるんですって、そこからガチャってくわえたばこで帰ってきたんですって、うん、ほらもうあいつも怒ったらバーンともう声が何段階も跳ね上がりましたお前何してんねんわかるわ、バカやろお前、何してんのか、こんなコックがまだ悪いことに、いや倉庫にエビが倉庫にエビだ、お前エビを使うからなんかねえやろ、マボドフちゃうよなんで倉庫にエビがいんねんでも今倉庫にエビ、魚がわかるわかるわかるこっちで逃げたら木村があらあらあら倉庫にエビ、倉庫にエビって言ってあら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 倉庫にエビ、そうなんや、もう行こうもう言うて、いやわかるわかる、うん、わかるわ、あいつそうやわあのね前もね何やったかな、旧山手、うん、ねえ、うん、横切ろうとしたんですよ、うん、横断歩道ないとこ、うん、まあまあいやこっちが悪いじゃないか、うんうんうん、ほいまあ僕なんかはもうわさささささっとこう行きますわね、ほなあいつなんかこうほなタクシーがふわーって横切ったら家の鍵持っててゲーってやるなんでなんでなんでそんなことができんのほなタクシーのおっさんが何やってんだよどこあるの関係あれへんやろ、関係あれへんもんな、お前タクシーのことじゃ関係ないやろ、関係ないっちゅう言うでしょ
でも分かるわ。キレる時はキレんといかんとも思いますし、うん、いやそういう状況であればね。そうなんですよ、うん、こないだね警官がね、うん、あのね赤でね止まってたんですよね、うん、で僕右専用車線のとこにこういたわけです、うん、その時にねパトカーみたいなのが来てねうわーって真横にここ止めとるんですよ、うん、なんかパレードやってたん、うん、あーはーはー真横においおい何してんねんこれおかしなことするなー思ってんけど、うん、矢印出るまでにはなんだかの動きがあるやろ、まあまあまあね、ほんわー待ってたらね矢印バーって出ました、うん、何にも動かないんです、うん、もうプルチーン来てバー鳴らして何されちゃうんだろあれいつもそうやねんけど、うん、警官に何を言うんやみたいな。ほんで警官は警官で俺は警官だぞみたいな顔をするわけですよ、うんうん、なんだこいつは、うん、こんなやつ初めてだ、うん、頭のおかしいやつうるさいねどうなったか言えどうなったかまさらそうねお前言って、うん、何がしたんやから、うん、って言うたらもう周りも野蛮人俺がごっつぁおかしいやつになってるわけですよ、うんうん、絶対俺間違うてないやん分かった今あの風呂屋のライオンのお湯出るとこに似てた。あーだきこっからドーンって出たわお湯が。人を見ただけでどれだけ強いか一発で感じることができる松本さんに質問です。はいはいはい。アッコさんが芸能界で強い強いと言われていますが、ほうほうほう、どうも納得いきません。なるほど。芸能界で一番喧嘩が強いのは一体誰なんですか。これはよく言われますよね。まあその間って今芸能人何人いますか。日本の芸能界何人ぐらいですか。80人ぐらいです。まあまああるしね、うん、何人いますか。1万人ぐらいいるんでしょうか、うん、その中で一体誰が、うん、でそれは誰なんか教えてください。あなたは誰やと思いますか。東映のほら昔、はいはい、ヤクザ映画とかずっとやってた、はいはいはい、あの人らに言わすと、はい、やっぱり渡瀬さんが一番強 い、 っていう、ね、この人の名前がまあ出てきますね。渡瀬恒彦さんが一番強いこれは、ね、みんな言いますよね、うん、僕一回 CX のトイレで二っきりになったことあるんですよ。うん、バッとトイレ入って渡瀬恒彦手洗ってたら、うん、ほんでうわあの人は俺を知ってるのかっていうのがまずまあ、あるじゃないですか、うん、でまあそんな面識もないから、うんうんうん、まあまあここは虫やぜと思ってふわっと行こうとしたら「こんにちは」鏡を見て、うんうん、会社でね、うんうん、やがっしゃ嘘つけよこんにちはって向こうから挨拶されてんのにやかましいわい。もう堪忍してくれって言って言い方間違ったやんなんて言いたかったやん寝てないとあかんねいやでもねなんかねやっぱりね確かにねなんだろうななんかオーラみたいに出てますね。ああなるほど。どうなんですかあなたはこのハガキをもらってあなたの意見はあるわけですか、はい、なんていうのかな喧嘩慣れしてる人間っていうのは、はい、交わらんでも分かるもんなんですよ、うん、なるほど。でもな渡瀬恒彦はやっぱその中の一人そうねやっぱ8番目ぐらいですね。それでも8番目なんやろその上は誰なんだろう。まず渡瀬恒彦の上7番目が、うんうん、水前寺清子ですチーターっていう異名を持ってる。いや異名やないなそんなもん異名でつくかい。君チーターの由来知ってるか。なんでチーターってついたか。チーターの由来あの人なんかなんとかタエコあタミコって言うんやで。ちっちゃいタミコでチーターなんですよ子供の時からやっててお前はなんでそんなこと知ってるそんなお前は6番目や俺は本来だ車運転しててまた腹立ってね、うん、ちょっと嫌がらせされたもんやから追いかけ回してありましたですけどねしばらくガーン本当に10分ぐらい追いかけ回してあったんですよ、うん、ほんでもう向こうも観念したのか、うん、窓開けて止まりよったんですよ、うん、でこうわーっと開けてまあ別に素人やったんですけど、うんうん、あれよう考えたらもしかしたらタレントかもわからないんですよね。腹立って追いかけ回して追いかけ回して、うん、うーんと開いて北島三郎やったら俺はどうしたらいいんでしょうね。でも車種でわかるやん。あれは何でもかんでも追いかけ回したらダメですね。
それよりも何よりもなんか立ち悪いやつやったらちょっと大変っていうのもあるやんか、散々追いかけ回して。ああ。だから車の中にやっぱり何か置いとかんと。あ、そんなもんね、僕は置いてますよ。そうでしょ。僕もバンってやったらカシャって広がる警棒置いてますから、ね、あ、僕もあの新喜劇の警棒ね、うん、それ何かあった時は使おうと思って。いやだからほんまはチャカが欲しいんですけど、何かあった時にほら身守らなあかんやんか。あのね、うん、僕全くそれは同意見なの。あの今世間は、世間はあれあれダウンタウン怖いって、ただのコメディアンじゃないって聞いたかもしれないけど、でもそれは必要ですよ。違うの？僕も常にもういつでもモテるように、でもバーンやったらカチャカチャって出ますから。これであのちびっこのファンがつけへんねや言われたってそんなもん知りません。関係ない、関係ないです、ね、それは もちろんそうやと思います。だってゴイラなんてあれですよ、自分らからあの声なんていうんですか、喧嘩できないですから。そうです、向こうから殴りかかってこられたらもうどうしようもないわけですから。急にね。そうでしょ、うん、こっちから分かるでしょ。なんか何だお前ら。俺らは間違ってんのか。そうです、間違って。君らそんなもんないよな。そうです、急にガラッてダーンとかないでしょ。それはやっぱ来られたらバーン撃たれてるの。いや、そうです、そうです。ほらもうね、あのね、ガキ始まって本当に初めて意気投合。で、本当そうですよ、できることならほんまここに二条原理を。もうこんなバーン撃たれて、ほんまに大変じゃないかな、思ってね。まあ、あのね、あれが一番いいらしいですね、あのビリビリっていうのがね。あれがやっぱ、あれで人を殺すことは絶対ないので。なるほど。例えばこういう警棒とかやったら、殴りどころでは殺してしまうかも。はいはいはい、はい、このビリビリはね、設定さえあれしてますから、うん、あの絶対それで死ぬことはないです。そうそう、設定間違うた？どうなの？いや、間違うてもそれで死をに至らしめるというほどのことはないんです。気絶するぐらい。それは僕あのおっさんに聞いたことあるんですよ、そういうグッズのおっさんに。ただ松本さん気ぃつけないと、取り上げられてやられたら松本さんがですからね。ああ、それはな、よっぽどやねん。行きたいっすね。いや、それはもう次のスポーツ、次のスポーツ新聞にはまっちゃんしびれる。しびれるどころや。気絶させないと思う。いや、ほんまに、いや、これはね、あの、なんとかしましょう。ねえ、タレントをね、守る、なんかそういうもんはね、必要だと思いますよ。いや、もう絶対そうやと思うな。これからはもう怖いですからね。元 WBC 世界ヘビー級チャンピオン松本さん、はい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 、あのモハメド・アリが蝶のように舞い、蜂のように刺すと人からその強さを表現されたように、はい、松本さんもチャンピオン時代その強さを人から何かに例えて表現されたと思います。あーはーはー、一体どんな風に表現されたんですか。これはもう言われましたね、僕も。あ、そうですか。はい、蝶のように舞うは一緒でしたね。あ、そうですか。ええ後半がちょっと違いましたね。アリは蜂のように刺す。いや、僕は蝶のように舞い、焼き飯のようにうまいっていう。焼き飯。本当に焼き飯のようにうまいですね。そのうまいは何？やっぱそのボクシングのうまさにかかってるの？もちろんそうでしょうね。そういうことでしょ。はい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 、うんうんうん、やっぱりあのほら世の中、うん、低予算というか、うん、安い料金でうまいもんってなんやって、やっぱり焼き飯ですよ、うん、焼き飯以上のものはないですよ。おまあいろいろ言われましたね。あ、他にも。はい、焼き飯以外は。あ、他言いますか。うん、いろいろ言われましたって自分から言うたのか教えて。自分、俺が言いましたそれ、うん、あ、そう、うん、おかしいね。でもこれはもうあの僕が言ったわけじゃないからね、うんうん、言われた側やから、うん、いや、まあでも覚えてるやろ。言われた、覚えてますよ。それやりながら聞こえてくるから。ああ、シャッシャッとこう、こう何て言うの、ファッファッってやった時に、ああ焼きの島にうまい。いや、もう何て言うの。何や、焼きの島って何。焼きの島とも言われてます。え、焼きの島とも言われてます。わからんな。何がわからへんことあんの。何でもわからんことあったら聞けよ。いや、だから言ってねえ。照れんなよ。じゃあ言おうか。他にもいっぱいあったのに。だからそれ言えってみたいな。それ言われ、言うてほしいんかい。言うてほしいんやったらいい。すぐ言え、すぐ言え、すぐ言え。
何が？あ、言えよ、蝶。はいはい、蝶のように舞い、メガネザルのように登るって言ってました。すぐ言えるからやないか。どっちが悪いねん。え、何？俺が悪いん？どっちが悪いねん。なんで？あんなギャグみたいなもんはな、なあ、言うとくけども、なんて言うのかな、18歳にもなってないやつをお前は無理やりやろうとしたから、お前はある意味条例違反や。ごめんごめん。何やねん。いっぱい言われてた言うねん。だからそれ言えや。ほんなら俺今次行こうとしたんや。でもそれを言うから引っかかんねやな、はいはい、言うてくれや。いっぱい言われた。あとね、蝶のように舞い、和菓子のように、なんかそこ止まるから分かるん。蝶のように舞い、はい、辛いもん食べた時のみたいに、うん、なんか長いの長かったもん。そんなさらっと言わじゃあね、俺が決めちゃっちゃうから。そう、長かったもん。蝶のように舞い、はい、辛いもん食べた時みたいに、うん、最後水飲みたなるっていう。いや僕ね、あれなんですよ、朝ね、そう、これそうや、これ言わなあかんねん、うん、前からいっぺん言うたろ思ったよ、うん、目覚ましテレビ、目覚まし天気を俺結構見てまうねん、うんうん、ほんでな、うん、あれがね、4時55分から始まって、うん、5時55分に終わんねん、うん、で、その終わる直前1分か2分前に、うん、今日の占いカウントダウンってあるねん、うん、な、うん、ほいでな、あれ見てたら天気でなんか分けとんねん、うん、お前なんや、大牛座か、うん、例えば大牛座がめっちゃ良かったら、うん、ピーカンの運勢は大牛座ですとかいう言い方がするわけ。ほいで雨、うん、大雨とか、うん、大雨一番悪いのがもうなんや、土砂降りとか言って、うんうん、乙女座ですよ僕、うん、俺いつも土砂降りやねん。またやまたや思ってしゃーないわな、そんな気分悪いわ。いやいやいや、あれしゃーないやん。あれな、乙女座になんか恨みあるぞあいつら。いやいや、調べたらそうなんやろ。過去のデータ見ていってみ、もういっつもやで。土砂降りとは言わんまでも、うん、いっつもあの雨とかそんなんなんですよ。乙女座ばっかり。まあまあ、でもしゃあないやろ。何？何がしゃあない？しゃあないよな。何がしゃあない？いや、乙女座がだから運勢悪いんでしょ今。悪い言うたっけ、いつもいつも土砂降りのわけなんやんけ。俺結構生きてるし。いや、生きてんのはええわいな。めっちゃこんなこともできてるわけです。いや、それもできるわいな、そら。できるけど全体の運勢が悪いから雨降らしてるんでしょ。それ以外ないがな。絶対あれわざとやで。わざとなわけないや、そら。もうね、いや俺気にせえへんよ、うん、気にせえへんけど。してるやないか。いやいや言うことはしてるんやん。今から寝ようか言うてる時にまた、まあ、見てまうんですよ。もう意識して、ああ、うわーって見たら全然全然入ってないんですよ。ああ全然入ってないんですよ。ああまだ入ってない、まだ入ってない。天気で入ってない、ああ、曇りで入ってない、ああ雨で入ってない、ということはバーン土砂降りまさかい。しゃあない今な。10分悪いじゃないですか、今から寝なあかんのに。お前はいっつもええねん。しなあかな、そんな。ほんまやねん、お前結構ピーカンやねん。俺いっつも土砂降りやねん。どんなコンビや。何着ていったらええ。いやいや、別に好きな服着ていったらええやん。ダウンタウンとして何を着たらええの。なんか気分悪いで、あれたまたまやって。もう今日見てみ、今日女も朝みんな我慢して見てみ。乙女さんまだ絶対悪いから、いっつもの。ほいで今日もまた土砂降りやったらどうする。いや、どうするって俺はどうしたらやる。一緒に行こうな。どこへやん。目覚ましテレビ。なんで俺が一緒に目覚ましテレビ行かなかんねん。お前と何とかしちゃってくださいよ。他の新聞のやつとかも見てみいな。スポーツ新聞また違うこと書いてるね。ああ、そう、英語と書いてるよ。ああ、でもね、他の新聞はじゃあ目覚まし天気、それでスポーツ新聞もそんなんやったらちょっとへこむな。
日テレは日テレでやってるんですよ。あれ何やったかな、なんかそんなやってるんですよ。日テレは日テレでもまた日テレも悪うて、そっちも、もうこっちはもういつも悪いんですけど、もうそれがダブルできたらもうついもう嫌なんですよ。もうなんかお腹ぷっくなるんだよ。何や腹関係ないねん。ジュアラ、おかしいであれやっぱりな。あの過剰マネージャー、ここあの携帯入りにくいやろ、電話しようと思ったらな、その向こうのちょっと外の辺まで行かなあかんねんけど、まあ入るから、もうねずっと待ってよんねん。俺が電話してる横に何やねん、もうこっけよ。声出して言えよ。ほんでね、ほんであのトランクに俺ちょっとあの雑誌置いてあったんですよ。あ、それちょっといるわ思って、トランク開けてカッて見て、パッて見たらもう横で待てよかって。トランクこうやって見てるの、かっけや。わかるやろ。わかる、めっちゃうっとうしやろ。ここだけの話あげんな、これちゃうかな、もうあんな豚で。ほんでな、キズタでな仕事あるやろ、で僕いつも出るときにトイレ行くんですよ、あの下のところの、ほんであそこのとこに階段降りてるときに、あの松本さんこんなのガキの使いの件なんですけれどもって来るやんか、ちょっと待ってちょっと俺今証明したいからって言っても、トイレのとこずーっと入ってきて、ほんで俺がこうこうしてんのをずっと横でこうやって、それでですね目線はやらしたやん、目線はこうやん、完全にクッ見に来てるんですよ。デバガメマネージャーですよ。デバガメ言えそんな真横におってデバガメおっちに言うてんのかなみたいなスケジュールを、まあこいつに言うとって、あれなちょっとちょっとこれやるかも。逆に俺鬱陶しいね、あんまり近くにおられると。そうやろ、そうやね、ましてやあんななんか老細工の溶けたみたいなやつだよな。質問ねんてこうやって別にさ、年がら年中でやらなあかんことないやんか、近くにおったって。そうやね、そうやね、別に読んだら聞こえるぐらいの距離におりゃええやん。そうそうやね、そうやね、やろ、ずーっと話されたの。ほんでタバコをこう最後こう吸おう思ってね、こうやってポンって見たらなかったりするんですよね。ほんでこうなキュッとキュッとやったと同時ぐらいに次の新しいタバコをポンとこうよ。それは嬉しいことですよ、それはマネージャーとして素晴らしいことですよ、でもやっぱりどっかで見てたんや。しかもその置けるぐらいの距離に距離がおったんやっていうことがもうサブザブシーじゃないですか。やっぱり俺は土砂降りじゃないですか。うりゃお前お前お前なんや、お前クソな、違う違う、とんでもない。いやいや自分でクソとは認めへんやんか。いやお前違う、お前絶対あのキヌタの俺が証明してる時クソ見に来てるやろ。こいつ俺のタレよりクソ知ってるわ。おかしいよ。頼んでよほんまに、聞いとけ話よ、お前ほんま。すぐ来れたいうことはすぐそこにおったよ。あれは過剰マネージャーですよ。そのうち俺の車のボンネットの前に手を置いて走りよる。シークレットシークレットサービスや。何守っとんねんよ。私は今度学校の卒業式で卒業生代表の言葉を任されたのですが、全校生徒を感動の渦に巻き込むには一体どんな風に振る舞うといいんでしょうか。感動って何やろね、感動って何っていうことをね、今僕が言ったことを君は知ってるよね。聞いてるから、聞いてるから。感動って何やねん。感動って人間はどっから感動が生まれるかっていう話を考えていくとね、統治法なんですよ。何統治法、どういうこと、どういうこと、統治法ってあるじゃないですか。それどういうこと、
統治法、うん、だからそれはどういうこと逆ですね。なんて言ったらいいのかな、うん、あの例えば、うん、アルパチーノの映画で、はいはいはい、あれ何でしたっけね、なんかありましたな、ギャング映画みたいなんで、何やった、いつ頃の話、最近最近、カリートカリートカリートの道、ああそれは見てない、カリードの道、それは見てない、かまあまあいいですわ、見てなくても、うんうん、カリードの道っていう映画をね、はい、僕はあの非常に感動したんですけども、 あの映画は最初からもうアルパチーノが死ぬとこから始まるんですよ。なるほど。でも死ぬのはもうみんな分かってるわけですよ、うん、そして、うん、ガッと過去に遡って、はいはいはい、生き様を描いていくわけ で最終的に死ぬのはみんな分かってる、そこであここに結びつくのかというところで感動するわけ、はいはい、感動イコール統治法なんですよ、うんうん、分かるよ、先にこう見しといてってことで、そうそうそう、逆ね、そうそう、裏っ側ね、裏っ側、先に、うん、先にかまして、うん、本題に入る、なるほど、っていうのが感動と直接結びつく、直結するわけ、うん、卒業生代表の言葉、はいはい、ですから、はい、例えばこうバーッと出ていくわけですよ。で普通はいいようなことを言うじゃないですか、なんか当たり障りのないとこから行くじゃないですか、この学校卒業できて嬉しいとか、嬉しいとかそういうじゃないですか、うん、でもそれじゃ感動につながらないわけですよ。ですから出て行った時にこんな学校しょうもないんじゃと思ってたけども、そうでもなかった、もうちょっと言い方あるやん、そうでもなかったんやったらそこはちゃんと言おうや、じゃあそんけ全然なかった、いやそれでもまあええわ、校長はハゲとるわいと思ってたけども、やっぱりハゲやがな、ハゲはハゲやで、悪いハゲじゃないわい、そんなわかれへんやそんなわかれへんや、なんや悪いハゲやないっちゅうのこのままで全校生徒が感動すんねや、便所うんこだらけじゃ、こんな学校の便所はうんこだらけじゃと思ってたけどもな、それはまあそうやけども、いや見てみたいな、いやこれもたまにいるんや、そうすることによって全部逆じゃないんやって思うじゃないですか、そこまで考えて聞くやろか、教頭のは腹ボテじゃと、なまたそっち来ると思うやんか、うんうん、でもそんな感じでもないわいとグダグダなってるわな一組は二組と一緒じゃ何言うてんのかな、おい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 でも3組も一緒じゃグダグダやんかお前が目覚まし天気、はい、これね、うん、あれがこう鳥が水曜日でしょ、ほうほう、で先週私ブチ切れしましたわ、うんうんうん、ブチ切れして、うん、で木金と見させていただきました、2日続けて2日続けて見させていただきました、うんうん、次の日の木曜日、うん、11位ですわまた11位ですよ、ドベじゃなかった、ドベじゃないのがまた腹立つがな、もうそれやったらドベにせえよ、そうやったらまた土砂降りやったー言うてドカーン来るじゃないですか、うん、なんかドカンはけえへんけどで次の日の金曜日ですか、うん、これがまた10位ですわ、ちょひどいでしょ、ちょっとずつ上がっていってるもん、いやいや上がってるよ、だってひどいやんか、それはないやんか、いやそれしょうないがな、もう4時55分からずっと見てたんですよ、うん、で5時55分になってさあどうやねん言ったらまたなんか全然出てけへんのですよ、うん、ほいでなんや11位言われてもううわもうゴリラだったらすごいことになってますよ、そやな、なんやねんその淡白な問答は、いやほんまにあんだけ言うたのに言うたってお前はなんぼ言うたって上がれへん、もう上がれへん、ほいでね、なんか僕はあれやったんですけど、月曜日、うん、月曜日の目覚まし天気で毎週ダウンタウンのまっちゃんもお楽しみにしているって言うてたっていう楽しみなんかしとるかええやな、それはほいで
その日は2位かなんかやったんですって。それからね、ちょっといいんですよ乙女座。ああ、ええがな、ええがな。月曜日からちょっと俺が言うてちょっとようなってるんですよ。ちょっと言うてようなる占いってどうやねん。ビビっとんねんけ。いや違う違う違う、それはたま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 。ほんでね、その月曜日からようなってからは僕一回も見てないんですよ、うん、で悪いとこばっかり見て、うん、いい時は見てない、うん、その僕はやっぱり土砂降りなんですよ。自分でそんなこと言うたらあかんのちゃうかな。あのね、うん、お前また1位になってたわ。ピーカンの天気になってたわ。ほんまかい。ピーカンになってましたよまた。これに乳首を触られるやめやからこそのピーカンなんでしょうけどね。え腹立つわ、ほんま腹立ちますよマジで。あ、そう。もう本当に僕がもう田中角栄ならまあその連発でした。え、どういうことでも俺に言われて治ってくるいうのもどうやら。違う違う違う、言われたから治ってんちゃう。たまたまそうなったんです。ずっと自分何や言ったらたま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 言って、何や大人ぶってるな。そういうもんでは同時品みたいな、なんかチンゲボーボーみたいな。チンゲボーボーやもん。いやいや、そうやったら俺のがボーボーです。何言ってんねんな、俺のがボーボーや。あっ、かけおかごっついで俺ぬくい言うてたもん。誰が、うん、彼が。あおやこいつまっちゃんぬくいわ。こんだけボーボーやからやね。動物や鳥など、うん、生き物の気持ちが手に取るようにわかるという松本さん、はいはい、渡り鳥の一番最初に飛び立つやつは何をきっかけに飛び立つのですか。そんなこともわからないですか。まずね、一つ言えることは、うん、一番最初に飛ぶからといって、うん、皆さんは大体あれを渡り鳥のリーダーやと思ってるでしょ。あ、それが間違いかい。それが間違いなんですよ。でも大体そうちゃうんか。そういうことがね、君たちわからないのが悲しいと思うんですね。例えば猫がネズミを追いかけ回してね、うん、ガー行くでじゃないですか、うんうん、ほなみんなは猫はネズミは猫に弱いと思ってるじゃないですか、はいはいはい、それは誰がどう決めて、そう勝手に君たちが思ってるだけなんですよ。ネズミはもしかしたら、はっ、来い来い、ここ来い、ここ来い、人間見てるから早せって言ってるのかもわからないじゃないですか。人間見てたらなんであかんの。じゃあ早せ、早せって変な間開いてるやんて。何の前やって。別に間開いても俺も死なやんけ、早せなっていうのはあるじゃないですか。わかります。なんかおもろいな。いや、そういうことなんですよ。見たものそのままそのままを頭に入れるなよと、うんうんうん、これは今日の一つの勉強ですよ。はいはい、わかります。いや、今回はその渡り鳥、渡り鳥ですよ、うん、ただまあ渡り鳥は先行くやつがリーダーなんですけども。まあまあそれは嘘ですけども、あるわけですよ。何がしっかりでや。渡り鳥は、はい、お願いします。2番目のやつがリーダーなんですよ。あら、なんでこう、お前がじゃあ1番に、うん、飛ぶやつや。はいはい、行くぞ、行くぞ、うん、行くぞ。自分誰なの。俺2番あ俺ほんまのリーダーや。2番、2番手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 、お前トラトラすんなよ。人間見てるからな。いや、だからなんで人間が気になるの。どうでもいいやんけよな、人は見てはないしょうが。あいつら人間に見せることを生きがいに思っとるんですよ。あ、そういうことなんや。そうですよ。あぶせんよ、あぶせんよ、あ、いいかって言われて、で、その一番目立つはブワー飛んでいくわけですよ。もう、やめてや言うて。やめてや、もうケツけらんといてや、ケツけってるんですよ、あれ。こんなの早いかんかい、早いかんかい。鳥のケツ見たら大体この三角のほうなんですよ。泥があ、泥が、泥がついてるんですよ。うわー、もう泣き入ってますから。ライオンにしかり、そうですよ、あの鹿でもあれ逃げてますけども、あれバザッとですからね。うちのおかんなんかでも、あのライオンがうわー開いて鹿とかが開いたら早逃げー言ってますから。
もう歯科にしたらものすごい好感度アップなわけですよ。なるほどな。逃げたらこの番組おもんないわって言うくせにね、でも「はい逃げー」言うでしょあれは歯科美味しいんですよ。美味しいけど最後食われたりするわけですよ。いやいや、あれカメラ回ってる時だけです。いやいや、ここ食われてるわ、ここ、ここ。お前何年テレビの世界におんの、わかるやろ。でも自然のもんやから。はい、オッケーってありますよ。でもわーってで、ライオンが楽屋来て、すいませんでした。ライオンの方が仕立てなんだ。コンコン失礼します、どうもありがとうございました。大丈夫でした。うん、それ噛めへんけどもな。お前こっち来て欲しかったなみたいな。大勢さん来てこう取ってマイクで、マイクで、こうやってほんま頼むで今度からは。今世間では団子三兄弟、三兄弟がブームですが、たい焼きくん世代の私にはどうもいまいち馴染めないものがあります。あ、それは言えますね。でもそこで松本さんにお願いです。はい、団子世代にもたい焼き世代にもしっくりくる童謡を作ってください。まあ、こんなの僕の最も得意とするところですけども、まあ、数々、ね、どうですか、その団子三兄弟、団子三兄弟言うて。うーん、まあでもちゃんと全部聞いたことはないですよね。まあ僕もあんまちゃんと聞いたことないんですよ。で、泳げたい焼きくん世代でしょ僕らは。はいはい、そうです。で、そんなんで僕らは育ってきてますから、なんか団子三兄弟には正直あんまりこうエレクトしないですよな。いや別にたい焼きくんでもエレクターせえへん。いや、たい焼きくんはね、やっぱりようできた歌ですよ。団子三兄弟はやっぱりもう一つ爪が甘いというか、ちょっとグダグダですね。あ、そうですか。やっぱりあれではたい焼きくんは抜けないですよね。抜けないですし、僕が今から発表する歌がもう全部そっちに流れていきますから。マジっすか。はい。ああ、ちょっと、もう初めて聞きますから。マジっすか。マジっすか。いや、はい、聞きますか。はい、はい。羊羹夫妻。なんかちょっとパクってねえな。団子あかん言うて羊羹なん。でも向こうは兄弟やからね。いや、だから向こうは兄弟やからこっちは夫妻なんでしょ。ええけど、だから結局は出来の良さですよ。向こうグダグダやもん、兄弟でなんや、醤油がどうたらなんや、何にもおもろない。全然見えてけえもん、ストーリー性が。そうですか。やっぱり羊羹夫妻の。どうなんやろ。大丈夫大丈夫。あ、そう、はい、それなりにそういう詩になってる。これでもう明日から羊羹ブームですよ。いや、ちょっとお願いします。羊羹夫妻。まあないもんやからね。いや、なんか当たり前のように言うけど。じゃあ、羊羹夫妻を。はいはい。羊羹夫妻は仲良しだ。もうええわ。いや、こんな歌い方やねん、やる気ないみたいな歌い方やねん。でもほんまめっちゃやる気あんねんって。難しいな。羊羹夫妻は仲良しだ、夜はいつでも水羊羹。水いらずいうことね。それ子供分かりにくいんじゃん。旦那羊羹、嫁羊羹。その言葉自体がもう子供受け付けへんもん。旦那とか嫁とか、お父さんとかお母さんとか、パパとかママとか入れんと子供は受け付けへんわ。旦那羊羹、嫁羊羹、夜は栗羊羹。受け付けへんよね。聞くやん子供は。お父さん、夜は栗羊羹ってどういうこと。聞いても分かるかずですよな。あ、ちょっとこれええわ、これええ。何やねん、これものすごいええできちゃうかな。今もう来たって感じすんねんけど。そう、ちょっとオープニング変えようか。え、どういうこと。これで、うん、ええよな。あ、ええよ。もうほら、もうタクシードライバーももう結構ないことやったし。あ、ええよ。ちょっとこれで行こう。うん、分かった。ほんならちょっと羊羹夫妻で。ごめん、ちょっと待って、レコーディングしようから。あ、ほんま、マジで。
みんな静かにして。じゃあでも前奏言ってよ、前奏。前奏なんか分かるか俺に。ダンダダンダンダラララララララ。子供に受けへん。なんでやねん。怖いやん。ええやんけ、怖かったって別に。やるよ、お前。え、ダンダダダンダンやな。ヨーゴカンカンカン。ここは、ここはもう幼稚で、もうしょうもないこと言ってたらええねん。そんなんでええねん。そんなんの方が子供は、うわーって、勇敢さやーってなる。ヨーカンカンカンやな。うん、そうです。オッケー、わかった。いつでもええの？いつでも OK。じゃあ、静かにしてや。うん。よーかんかんかーん、よーかん夫妻は仲良しだ、いつも二人で水ようかん、ようかんの旦那、ようかんの嫁、夜は栗ようかん。はっきりさせろ。どういうこと。音が取られへん。今の大丈夫？大丈夫やから。オッケー。あ、オッケーです。ほんま？うん、じゃあ聞いてみましょう。よーかんかんかーん。こっから全然トーンが変わんない。よーかん夫妻は仲良しだ、いつも二人で水ようかん、ようかんの旦那、おかしいようかんの嫁、夜は栗ようかん。おかしいな。大丈夫なこれだよ。大丈夫？大丈夫これだよ。とりあえずこれで。ほんまね、いつも二人で水羊羹って言った時にお前が、うん、水いらず言うことやねっていう。あった方が分かりやすいんちゃうかな。子供の食いつきがええんちゃうかなと思うの。ほんなら栗羊羹の時はなんて言うの？のことやねって言うの。こんなこと言うてええの？放送コードには反してないやろ。だどうなんの？でも夜は栗羊羹言うてるだけやからな。いや夜は栗羊羹はええよ。うんうん、その俺横からのことやねって言うの。そうやだからお前は厳重注意を受けるよ。この間大阪帰った時に、はい、ペットショップ入ったんですよ。なんで？なんとなく。なんか買おうと思って。いや、なんかまあ暇つぶしというか、あ、新幹線までの時間があったもん、はいはい、で東通り商店街にめちゃくちゃでっかいペットショップができてるんですよ。びっくりしましたよ、入って。なんで？あのね、ヒョウ、これぐらいなんですね、小ヒョウ。ヒョウ売っていいの？と思うじゃないですか。なんで標準語なの？いやいやいや、あえて大阪やからそうなったんかな。あ、おやこにヒョウなんですよ。で、小ヒョウや思ったんですよ。ほんならここにこう、こんな紙貼ってあって、ヒョウ見たらね、猫なんですよ。すごいでしょ、そんな見たことないでしょ。ないないない。ごっついですよ、もう、はー言うて。完全な猫なんですよ。え、いや、完全なヒョウなんですよ。でも猫なんですって。危なないの？めちゃめちゃ危ないですよ。書いてますもん、機嫌が悪かったらどうなるか分かりませんみたいな。私は知りませんみたいなこと書いてるもん。そんなわけないやな、ペットショップに。はぁー言うもん。ほんまにはぁー言うて。あれは怖いで。いや、普通の民家の屋根、家の2階の屋根ぐらいだったら登り寄るらしいよ。ほんまにピョーンって。1階で。え？ 1 階で。誰が言うたんや。1階で屋根に飛び乗る。紙に書いてましたわ。なんと1回で。嘘つけよ。そんな、いやいや、ほんまやねんって。そんなの通信販売やないか。1回か。普通5、6回のところを。5、6回そうだけ。なんと1回でとか言ってたもん、ほんまに。絶対嘘や。見たことないでしょ、そんな猫。ね、高いところから落ちても普通の猫よりもすごいらしいの。くる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 っと。そんなこ
こと誰が言うたんや。いや、書いてあんねん。嘘つけや。普通の猫よりクル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 って普通の猫よりもクルクルが。いや、だからこんなにもって書いてある。だから通信販売や。ちょっと名前忘れたな。なんたらキャットって言ってたわ。ほんまか。なんたらセクシーキャットって。そういや、もうちょっとこの辺見えてたもん。え、この辺この辺、この胸のあたりチラチラ見えてたもん。にゃー言ってたもん。あ、見ないでみたいなことでしょうね。にゃー言ってたもん。いや、これびっくりしましたよ、本当に。そいつ何食わすんやろな。いや、肉食でしょう。ものすごい肉食やと思いますよ。え、その檻の中に入ってたんやろ。檻の中入ってなんかやってたやろ、食うもん。それ見てないの。何もしてない。でももうごっついうんこでしたよ。それはもうほんまに豹とは劣らぬ。いちいち臭かったですよ。いちいち臭かった。いやいや、本当にじゃれて遊ぶことできんの、そいつと。できへんよ、そんなもん。できるかいな。できてどうすんねん。常にふおー言うてんのに。それやったら誰も買えへん。もうケツもガッバガバですけどね。なんで。なんでケツがガバガバなの。開示したもん。ケツをご覧ください。なんとかで、ケツのとこにガバガバって書いてあった。意味がわからんわ、ね、今日のケツ何がやねん、こらアホ。お前がすんの。お前が絶対にすんの。絶対殺したんだ。お前がすんの。すぐすんの。お前の家の冷蔵庫の扉おかしなって閉めてんのに中で電気ついてるみたいな感じになれ。別に押したらしまい。お父さん。お、いいですね。この言葉はイントネーションで5通りの意味があるそうですが、松尾さん教えてください。例えば、はい、お父さんって言うたらね、これはいわゆるファーザーのことですよね。パパ、いわゆる血を分けたお父さんですよ。うん、でしょ、うん、で、これがまず一通りで、これが一番、まあまあ最後まで聞いてみる普通の話ですよね。ちょっとお父さんっていうのはちょっと相手を、うん、小バカにしたような、血を分けた人に、親子じゃないけれども、お父さん頼みますよ。考えたら分かるじゃん。ツッコミですね、一つのね。そういうお父さんの使い方もあるじゃないですか、うん、大丈夫ですか今までの。いや、いいですよ、全然大丈夫ですよ。最後まで聞いてる、それからもう一つ、うん、全然大丈夫じゃないけど、はい、お父さん。これは3年ぶりに会ったお父さん。そんなこと言うてたら何ぼでも言えるやんけ。で、これもう3つ言ってますもんね。で、お父さんっていう、これはお母さんを見つけた時じゃない。そんなこと言ってたら5通りどころか、お前何通りもあるやん。僕本当に今日もう冒頭からそんなこと松本言うなって言われるかもわからないですけども、はい、もう今日はもう本当にお眠に入ってしまいました。そんなこと言うな、お前、ね、松本そんなこと言うな。いや、ごめんなさい、本当に前の日寝すぎましてね、昨日も全然寝られへんかって、もう昼頃まで寝られへんからもうええ思って、起きてた、ガバー起きて、もうそれから正解に立ったんですよ。まあ、ちょっと本当ローションも残ったこの体で、申し訳ないんですけども、めっちゃお眠入ってしまいまして、もうボケ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 なんですよ今も。本当に申し訳ないですわ。だって俺、原宿の駅前通ってきたんですけどね、原宿の駅の前にね、薬局があって、その上にね、ティーサロン風っていう喫茶店があるんですよ。それあんの僕知ってるんですよ。もうボケ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 ですから、パーって車を運転しながら、ティーサロン風って呼んでしまう。それ言い過ぎやろ。ほんまですって。
ほんまですって。この世界にふうて何の店に風って。いや、本当ごめんなさい。ボケ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 で本当に。ノって知ってます？ノ。ん？ノ。ノって？ひらがなのノやないかい。ひらがなのノは知ってますよ。ひらがなのノ。え？ひらがなのノ。脳について私いろいろ最近研究したんですよ。おうほうほう。脳っていうのはこれ面白いもんですね、うん、ああそう。脳がついてるうちはね、舐められてるっていう証拠なんですよね。何言ってるか分かれへんけど、まあ、じゃあ発表してよ。脳がついてる、どういう意味か。例えばですね、カブトムシ、はい、ね、カブトムシ、カブトムシって言うでしょ、うん、カブトの虫とは言わないですよね。言わないそうでしょ、カブトムシっていうんですよ、うん、言います。だからその脳が取れて初めて独り立ち、うん、市民権を得たわけですよ。もう舐められてないわけですよ。彼は何を言ってるの。いや空手のチョップっておかしいでしょ。おかしいよ。空手チョップじゃないですか、うん、いやおかしいから空手チョップって言うてんの。おかしいから脳は入れないんですよ。でもね、昔は言うてたはずなんですよ。あ、そう。多分空手がまだそんなに市民権を得てない頃ですよ。はいはいはい。空手っちゅうのがあってな、これチョップやろ、これを空手のチョップで空手チョップなんやって言うてたはずなんだ。空手チョップ言うてもうた。いや、まあちゃうなちゃうな、僕の伝えたいことはそういうことじゃないな。あーとゴルフクラブ、うん、ね、うん、これはもうゴルフがみんなさんに、うん、これだけ浸透したから、はい、もうゴルフクラブで通じるわけですよ、うん、昔まだゴルフがまだそんなに普及してなかった時はゴルフのクラブって言ってたはずなんですよ。ゴルフのクラブ。だから脳がついてるうちは舐められてる証拠なんですよ。ほう。まだ一人前として認めてもらってないっていうことなんですよ。舐められてるもんっていうのは何があるんですか。え、今現在舐められてるもんはどういうもんがあるんですか。例えばじゃあ一番わかりやすい話しましょう、うん、ダウンタウン松本、うん、これは、うん、もう愛されてるから成立してるじゃないですか。ダウンタウン松本、うん、もう市民権を得てますからね。でもお前は悲しいかな、ダウンタウンの浜田なの。舐められているなんですよ。それお前の言い方一つやんけ。いやダウンタウン松本ってこれ言えるでしょ、うん、ダウンタウンの浜田ってやっぱり言うてしまうじゃないですか。やっぱりレベルが低いんですよ。なんで言うてしまうねんな。そのいや映画の他でのがついてて舐められてんのは他なんかあるんですかっていう聞いてる。ね、浜田の乳首ですよ。そうや、浜田の乳首や。これは市民権を得てないんですよ。お前は松本乳首言うんか。松本乳首。それはあんたの言い方一つであって。ああそうかな。もっとみんなが聞いてああっていう、あそれにはのはついてるよね、それ発表せんと。あのね、松本の、いやそんなんええねん。いやこれ聞いて、これ聞いて、これ言いたい、これ言いたい、これもうちょっと大変言いたいねんって。もうちょっと分かりやすい。いやいや、これ言わせて、これ言わせて。松本の脇が。これは脳がつくんですよ。なぜなら松本は脇がじゃないから。浜田脇がな。市民権を得てるからなんだ。いや、得てないって。みんな臭いからですよ。みんな臭いいうことを知ってるからですよ。はぁ、みんな臭いいうことを知ってるからなんですよ。だからやっぱり市民権得てる。なんでそれだけ脳入れへんねん。おかしい。みんなが分かることを言え。独り立ちしてるからなんですよ。独り立ちしてへんがな。いや。ノーっていうのは、いや、分かりやすいことを言えや。なんですごい分かったでしょ。いや、分かったよ。日本のテレビって言われてたんですよ。この曲。そんなわけないや。開局した時から日本テレビ。いやいやいや、そんなことないでしょ。
分日テレが一番早いはずですから、民放ではね。だから日本のテレビって言われてたんですよ。日本のテレビ見ようや。いやいや、そんなわけない。それが脳がなくなったのは、もう日本テレビ日テレがこうもう認められたっていうことなんだ。だから早く、俺が結局言いたいのはそんなことどうでもいいんですよ。お前は早く脳が取れるように頑張れよ。ボケ。いや、そんなんで締められへんやん。みんな納得できへんやん。そんな。そんなことやったらもういつまでたってももう73や。ん？何が？もうギャラはな。大事な青春時代を猿山で過ごしたという松本さん。はい、猿山で、はい。ケツが赤い猿ほどよくモテるらしいのですが、それはなぜなんですか、はい、それこそ猿でも分かるように噛み砕いて教えてください。僕はまあ動物の生態もものすごいよく知ってますから、はい、分かりますけど、はいはいはい、あなたはどう思いますか。なんやろな、だから赤い歌って、うん、こうトンコビっててさ、トンコビってる、トンコビってる、何そんな言葉知らないんだよ。知ってる？トンコビってる。いやいやいや、イントネーションがおかしい。はいはい、トンコビってる。何ですか、トンコビってるって。いや、なんかこう出っ張ってるというか出てるというか。使えへんか？あんまり僕は使わない。ええー、トンコビってる。トンコビってるとこかな？黒いやつは。何おかしいね。まあまあ、黒いやつもおるんや。バラみたいにポッと出てるもんな。あるおる、気色悪い。でもあれはあの猿にはモテるらしいんですよ。なんで？動物ですからね、うん、その人間と同じ価値観でものを考えると、どう考えたってこんなもん答えが出ないですから、ね、あの所詮猿やということで考えないとダメですよね、うん、ちょっと教えてください。お願いします。あの猿にとって、はい、おケツっていうのは、うん、人間にとって何やと思いますか。おケツ以外でやっぱり何か、例えばクジャクが、うん、何でしょう、こうふわーってやるでしょ、はい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 、あれは人間にとって何ですか。あれはプロポーズですね。プロポーズ、うん、まあまあいわば人間で言うと、うん、ネグリジェみたいなもん。綺麗もんな。綺麗もんね、うん、でこれでまあその誘っとるわけですよね、うんうん、そういうふうに動物にはみんな人間に変えれる、例えられるようなものがあるはずなんです。なるほど。で猿で一体ケツに例えるもので、これを人間に置き換えたら何になるのかなと私もいろいろ考えました。もうこれは分からんとサジを投げかけたその時、おこれやっていうのがありました、うん、人間に例えると猿のケツはスポーツカーのことです。はい、たたたた、真っ赤なスポーツカー、赤いほどかっこいいスポーツカーに乗りたいとお前は言うけども、なんでそれはひどいぞ、二度と俺の前でそれを言う。すいません、意味がわからんぞ、しっかりせ。なんでげんこつや。なんや。いや、ほんなら僕が言うたんは間違いですよね。何が間違いない。スポーツカーなんてね。そう、あ、お前が言うたやつ。はい。いや、松本さんの答えをちゃんと言ったけど。クジャク、これはネグリジェ。え、そっからおかしなってんじゃん。大丈夫、大丈夫、いけてる、いけてる、うん、これはネグリジェです、はいはい、他に動物なんかいますか。鹿。はい、鹿なんかはね、あれ角でガーッと俺は男だぜっていうことをメスの鹿に、だから来いよ、抱いてやるぜっていうことを言う。あれを人間に例えるとヘアリキッドですよ。でお前は言うけど。ライオンのオスはハゲないのですか。もしハゲるとしたらその原因は何ですか。これはハゲます。お、ハゲるんですか。いい年いけるものすべてハゲます。ほな原因を教えたってください。ハゲてるライオンあんまり見たことないですけどね。それはハゲさし方を人間がまだ分かってないだけです。ハゲさし方、僕の手にかかればライオンをハゲさすことは簡単です。へ、なぜハゲるかということを、ハゲのメカニズムを考えましょうか。はい、ストレスです。はいはいはい、ストレスがたまるとライオンはハゲます、うん、間違いなく。あ、そうなんですか。はい、どういうふうにしたら、例えばライオンが、うん、まあ動物園でも何でもいいですわ、うん、明日でも行きなさい、ライオンの前に行きましょう、はい、ライオンはええ格好します、
自分がこっち強いと思って、あ、はいはい、来たらグーガーって来て、うん、ガオー言いますよね、うん、人間はうわすごい、やっぱりライオンって迫力あるよねっていう、ほんならもうもっさまあなってなもん、ここがあいつらのムカつくとこなんですよ。それをさせない、それをさせない、はあ、うわあ言うて、うわあわおうて、興味わおうてって言うてやるな。それは面白いけど、ほんならライオンその日は何やわおうや言いますよ。でば帰った後夜になんかおかしなこと言われたな。気になんだよ。気分悪いわ。まあ今日のあの客がおかしかったやろ。明日になったらまたいつも通り俺の迫力で行ったるぜと思うわけです。次の日また来た。うわおー、うわおーってサブーとか言う。寒いて、寒いて。わおーってもうあかんのかな。もうわおーってあかんのかな。もうあかんのかな。ずるくちづけ。いや、なんでやしあなた知ってますか、ニュースを最近。何がですか。もう本当にあの松本というのはなんかすごいですよね。なんでなんで。なんちゅうか松本の喋ったことがそのまま世間が後からついてきてるみたいな。あ、どういうこと。私の喋ってた、うん、なんたらセクシーキャット、私があの大阪で見た、ああ、あのヒョウの、ああ、ああ、ああ、別にセクシーキャットお前が勝手に言うからあれじゃないか。あのなんたらセクシーキャットが今世間の話題をかっさらってるんですよ。で、僕が言うてたあのペットショップ、うん、上げられたんですよ。違法やったんですね。やっぱ猫じゃなかったね。猫じゃなかったんですね。ああ、そうなんや。しかしね、それをその事件が起こる何ヶ月か前にもうここで喋ってるということがものすごいことじゃないですか。いや、それはたまたま見たからやから。うまいこといかんな。いや、でもね、なんていうか、あれはなんかどっかの町にも出てきたやつおったやん。そうそう、それですよ。あれで話題になったんですよ。ああ、そうやん。いやー、で、あのペットショップもダメなんですって。それはパクられるでしょ。僕があれがあのこうガキで言うたでしょ、うん、ほんならそれはほんまかいうことになって、うん、これで大阪のペットショップ、うん、そこにみんなが行ったんですよ、うん、なるほど。ほんでごっつい人だかりになってもうたんですよ、うん、ほんなら警察も怪しいなーいうことになって、うん、あのペットショップ上げられたんです。それ誰が言うてた。いや、僕の勘やけど。99% 僕の勘。いや、100% ということは僕はこれもう表彰状もんなんですよ。なんでやねん。いやいや、それは僕は犯人逮捕に貢献してるわけですから。あ、犯人っていうか犯人逮捕にも貢献してるし、僕はそのなんたらセクシーキャットを助けたことにもなるわけ。いや、だからセクシーキャットちゃうちゅうの。すごいな。セクシーキャットはあんなとこに捕まえられててかわいそうなセクシーキャットを。いや、違うよ。僕はもっと 世の中にもうあのカゴから出してもっとセクシーにさせてあげたわ。もう今ものすごい胸ブルンブルンさせて走ってますよ。いや、だからね、やっぱりこのなんちゅうのかな、予知能力は昔からありましたからね。いや、だからない言ってるよ。いや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 、俺ほんまにあるんや。何何よいな。だ、俺言うたかな、卒業式かなんかの時に、うん、なんか花瓶みたいなのが置いてあって、で、ああ割れるでと思ったらほんまに先生ガーンなってバリン言われたんですよ。だからそんな端っこに置いてたらっていうことやろ。まあそうやけど。それはなんか予知能力じゃないですか。車もなんなくこう乗ってて、ああこれ左曲がるよなっていうのは分かるんですよ。それは左車線で走ってるから。まあ、ある種な。いや、違うねんな。いや、ちょっとだけあるんですよ。ちょっとサイコキネスサーなんだ。サイコキネスオなんだ。なんで言い直したサイコキネスサーいうのもあんまり。まあ、な。サイコキネスオなんですよ。あ、そうだ。例えば灰皿ぐらいをスーッとこっちにあるぐらいのことはできるんですよ。いや、できへんけど。どっちやねん。できへんけど、できへんけど、できてる感じなんですよ。いや、できてる感じじゃないの。分かった。それはもうほんまで、分かった。できてる
と言ってもおかしないんちゃうかなっていう感じがしてるんですよ。感じがしてんやろ、できてないで。あでもね、そこちゃんと考えとかんと、でもね、おかしなるで。いやまあ今度また見せるわ。でもできてる風なんですよ。うん、いやまあできてる風かもしれんけど、できてへんよ、できてへんよ。お前もできへんやろ。できへん、できへん。お前あの第三者が見たらお前もできてへん、うん、俺もできてへんけど、うん、どっちかっていうと俺の方ができてるなって思わすことができるんですよ。まあまあ言うてることは何のこっちゃ分からんけど、できてないで、できてないんやけども、うん、できてない中でも誰がまだできてる方やって言われたら松本かなって言わすことができるんですよ。そんな力を持ってるんですよ。何も役立てへんわ。役立たないよ、立たないけど、立てへんなーと思わすようにはせえへん。もうええわ、もう。私最近ちょっとあの思うんですけど、いつか言うたらないかんと思ってるんですけど、あの私ほら、あの昔大喜利とかようやりましたな、うんうんうん、で私はよく覚えとるんですけども、うん、こんな珍獣おったらおもろい、うん、みたいなあったでしょ、うんうん、あの時にね、うん、僕があの書いたあの答えでよく覚えてんのがね、うん、ぐったりパンダいうのを書いたんですよ。おいおいおい、ごっつ熱で出てね、うん、ぐったーってしてるパンダなんですよ。おいおい、それ結構おもろかったから俺もよう覚えてんの、はい、お前覚えてる？覚えてますよ。覚えてるでしょ、はい、最近ちょっと巷でブームになってるタレパンダ。あれは絶対あれのパクリや。え、そんなんあんの？タレパンダ、タレパンダってぬいぐるみでちょっとぐたっとしてんの、あれは絶対俺のパクリや。そんな顔真っ赤がりしまんのね。なあ、そうかもしれんけどさ、石になったらかっこ悪いやん。ごっつい痩せてたわ一瞬。同じパンダのわけないやん、うん、ぐったりしてねえたら別にキリンでも何でもええわけやん。それをパンダにしたって石にならんねん。もう全部伝わってるからもう大丈夫やから。いや別に怒ってるわけじゃないねんで。そんなんやねん。まあまあね、ちょっとお知恵をね、うん、あの松本さんのお知恵をちょっとお借りしましたみたいなことでね、ちょっとこう挨拶に来いと。まあ挨拶も来にくいなら来にくいで、まあ、なんぼか包むっちゅうなこと。おいちょっと、おい、何やねん。思いませんでも。いや、まあまあそうやな、サザエボンから始まり、ああそらそや、ようさんパクられとんねんこっちは。怒ってるやん。まあでもほら、あれはキャラクター的に可愛い感じに仕上がってるから、まあ売れると思ったんちゃうの。俺のあの下手くそなミッキーマウスの絵、あれを T シャツにプリントして売ってやがったとこもあったんやね。うそ、ほんまやな、あんなもん俺しか描かれへんちゅう。それはあかんな。いや、ええ意味でやで。からもうあれですよね、おもちゃ業界も汚いですよ、おもちゃ業界、うん、あれあるじゃないですか、ファービー、なんか喋るやつ、喋るやつ、うん、あんなも絶対嘘やからね。いやいや、嘘ってどういうこと？あのね、あれね、うん、こうだんだんこう家におって喋、うん、りかけてたらだんだん言葉を覚えるっていうんですよ、うんうん、絶対嘘やからね。騙されたらあかんで。いやだからなんでそんなことが言えんの。来た。じゃあね、違うやん、君が勝ってね、はいはいはい、1ヶ月でも分かった、よっしゃ分かった、共によっしゃ分かった、共に暮らしたんやったら、オッケーオッケー、いいね、いいアシストしてくれたね。あれがなぜ嘘か、はいはい、俺が一言でバスッと決めたるわ。ああ、言ってください、言ってください、根拠なく俺は嘘や言うてんちゃう。ああなるほど、これを聞いたら、うん、なるほどと。なるほど、まっちゃんさすがやぞ。うるさいねんもう。いいや、なんでそんなことが言えんねんと。あ、お前があるわな。もう言う、そして俺がポンとその一言を言うことによって、うん、なるほどと、これもう決めときますから、ね、オッケー、わかりました。なら、あなた、あの男の人が、うん、あなた、なんでそんなことが言えんねん、うん、なんとかなんとかって言うと、あなたがまっちゃん最高って言うと、うん、オッケーね。え、それはどんな答えであっても言わなあかん。いや、もうそうなるに決まってるんですよ。言ってしまう。で、まっちゃん最高って言うと聞いたら、あなたは失神しそう。ほいで、ほいでお前は、うん、まだあんのかい。いつまででも俺の相方で追ってくれ。さてね、それぐらいバシッと俺決めれるんですよ、これは。お前、はい。
ファービー。ああ、今売れてますよね。最近売れてるらしいな。ああ、そうそうそう。何やねん。え、何がなんかアメリカでエラー流行ってね、うん、おい、なんや、なんや、聞いたらですよ、あれは新しいおもちゃやとか言いましてね、うんうんうん、こう喋ってることをだんだん覚えて、うん、ファービー自身が喋るようになるんですよ。あ、そう、言うてる言うてる言うてる。エラーアメリカで当たって今度日本の方に持ってこられて、うん、日本でも今ブームになりかけて、今みんな買いに行ってるね。なんや、もう完売したとか言うて。すごいわな。みんな騙されたらあかんよ、あんなもん絶対嘘やからね。なんでやろ、お前なんでそんなことが言えんねん。だってそうやん。なんやなんやねん、何で出えへんねん。お前しか分からんことやんけ、そんなもん。俺どうフォローすんねん、そんなん。こっついプレッシャーやねん。一言やねん。一言で言わなあかんねん、お前。だらだら言うとあかんねんね。オッケーオッケー、分かった。頼むで、お前。もう分かりました、もう絶対もう絶対言えます、もう絶対言いますけど、ちょっと不安なんですよ。どういうことか。彼らがちゃんとできんのかな。いや、それできるでしょう。ちょっと練習していいですか、ね、もしかしてできへんかったら人変えなあかんし、ね、そう、変えなあかんから。ここ盛り上がりにかけるからね、これ。パシッと決めんと、そんなもう数字がドーンいきますから。すがちゃん2個練習しましょう。練習ちょっとさせてください。何々やからね。うん、それでいいの。うん、そういう言い方ね、うんうん、何やからね。ねえ、まっちゃん最高。一瞬しそう。おい、ちょっと待って、あの後俺出えへんわ。なんでやねん。いつまででも俺の相方でおってくれ。頼む、酒井に。ほんで俺が、あごめん。もうあんた次第やん。いや、もうこれ噛んだら、これ噛んだら最悪ですよ。もう芸人失格ですよ。え、芸人失格ですよ。ほんまにそんなことなんかな。オッケー、わかった、行きましょう。知らんがな、そんなもん。出だしはどうでもええがな。行きましょう。そしたらから始まるわ。ファービーってあるんでしょ。 はい、あれがね、あのアメリカでエラー当たった言うてね。そうね、こんなんか言うたらね、ぬいぐるみなんですけどもね、喋、うん、りかけてるとだん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 その言葉を覚えてね、うん、自分からも喋るようになる言うてらしいね。ごっつい売れたんですよ、うん、で今度日本がまたそれをあれしてやね、うん、日本でもこの間売り出したらすぐに完売した。そうそうそう、めっちゃ流行ってるんですよ今ね。あんなもん絶対騙されたらあかんよ。なんでな。だってお前、あんなもん日本語版が存在することがおかしいがな。やってもうた。これしか解決方法ないやん。仲良しだ、いつも二人で蜜よおかず、何もなかったことのように。洋館の嫁、夜は栗洋館。どうもー。お元気な、元気だね。なんかね、あれらしいですよ。いろんなブームありますけども、うん、えらい、あのファービーいうのが流行ってる。今流行ってるね、うん、あれは僕も欲しいね。暑くて暑くて、まあまあまあ暑い、はい、確かに暑いです、はい、すみません、私この間プール行ってきましたわ。あ、そうですか。その赤プリの金持ってるなぁ。なめっちゃ顔だれよ。お前かクラブの姉ちゃんかどっちかやろ。5000円取りますから。プールで5000円。プールで5000円。いやいやいや、金持ってる。いや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 、プールで5000円。まあでも都会でのオアシスですから、まあいわばね。プールで5000円。確かに。ほんで中で椅子あるじゃないですか。椅子座んの。なんかチェア、なんたらチェアみたいな。椅子座んの。それを傘ありと傘なしが、傘あり、傘あり、傘なしの方が安いんですよ。やっぱ傘ありや。で
で傘張りの方を何ぼや傘張りで5000円ゴールデンとかで1万円何にも食うてないの1万円お前大助花子の花子かやかましいわここは押しとかんとまあ、ボールが1万円え確かに1万円なんですよで何その言われて5000円です言われてもあい5000円って感じないええ5000円すんのとはないねまあまあ都会の大橋ボール行ってしまえでもな汚いねんで3000円のパラソルなしの方はね、うん、もう場所決まってるんですよ、はいはいはい、でパラソルありやとこっちなんですけど、はいはいまあ、こっち言われてもわからないんですけどほらねこの3000円とこの5000円は実はでかくて、3000円のパラソルなしの方は、うん、だんだんこう太陽が動き出すと影になるんですよ、うん、なるほどだからパラソルありにしといた方が、うん、ずーっと日光を浴びることができるんですよ、うん、なるほどなるほどでも日光浴びることができるんですけども、うん、悲しいかな高い方はパラソルありやからよう分からんことになってるいやそれは日光って何っていういやそれは椅子ずらしゃええがなずらしちゃダメなんですよ場所決まってるからずらしたらもうガーッ飛んできますからもうこうやって飛んできますからでもお前5000円も払ってんねやろまあそうなんですけどねだからそんなにいないんですよ都会のオアシスぶっちゃけた話金はあるからね金はあるあの家も鍵せんと出てきてますからねそれ金があんのとどう関係ないむしろ泥棒とかにも入ってもらいたい入っていただきたいアホやこいつどんどん金を取っていただきたいなって思ってますからね、そんな高いんや、 いやまあ高いですよねああそう、はい、でもね僕はあのプール行って思いましたけどね、はいはい、ダウンタウンっていうのはまあ子供にあんまりこう支持を得てないって悲しいかなねずっと思ってたんですけど、うん、あれは嘘やなんやあのそれは多分お前がその子供をガンガンほんまにすごかったんですよあの4つかな4つぐらいの男の子がそのプールで あのまっちゃんだってなってねその子もやっぱええとこの子なんかなまあええとこの子かは知らないですけどあまっちゃんだってなってああねまっちゃん僕と遊んでよって気色悪い子供やないやいやいやそうなるのいや、ね、俺ももう子供は基本的にはまあ好きやから遊ぶだって何して遊ぶねんなって言ったらあの僕が逃げるからまっちゃんが僕を捕まえればいいさ言ってましたから僕を捕まえればいいさぁって言うんですよ捕まえとこうでもうわーうわーうわーって言ってましたから、ね、絶対嘘やわもうわっは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 っ言って子供も楽しい時間が長すぎてだんだんもうおっさんみたいになってきましたから、ね、それも嫌やからんですけどねまあいいですわあれなんか左足に激痛が走ってんのはなんでなんかな違う違う、うん、今な、うん、パッとやったら踏んでもうてんけどパッと話すのもほら相方に気ぃつこてるみたいで気持ち悪いなんかおかしな話どうして F1 レーサーは、はい、ピットに入ってタイヤを交換したりしている時、うん自分も手伝って少しでも早く終わらせようとしないのですかあれそうやんかピット入ってきたら座りっぱなしやん、うん、自分も降りていそうなってこうやらいいんじゃないですかやったらもうちょっと早く済むんじゃないんですかというはい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 どうなんですかという質問ああそういうことですか、うん、いいですか彼らは命を張った仕事なんですよ、うん、それはもう0コンマ何秒の世界で戦ってるわけですよ そうです、ね、そういう状態の中でものすごいこうやっぱりなんちゅうのかな躍動感みたいなものが体の中にカーあるわけですよわかりますか、うん、それわかる、うん、そう分かれへんのやったらもうええわかる言ってるわかるうん言ってるわあそう、うん、それ分かんねえやった、はい、じゃあ次行くけどねはいはいはいお願いしますやっぱりねごっついこうなんていうのか体がね、うん、新陳代謝が激しいんですよ、うん、どうしたって、うん、分かりますかはいそれ分からへんやったらもういやはい
はっきり言うたら。ほらね、やっぱりね、こうね、こっち爪とかも伸びてくるんですね。そんな高田が何週間走って帰ってきただけで。いやいや、行きたい行きたいっていう気持ちがね、こっちあるわけですよ。行きたいってどういうこと？もっと頑張りたいっていう気持ち。それはね、すごいとこまで追い込まれるわけですよ。いや、まあ、爪とか髪とかもこう伸びてくるわけですよ。着いた頃にはちょっと伸びてるんですよ。そこが気になるんで、うん、あれ後ろにパッと入ってこう買ってる人がいるんですよ。だからあんま動いたらあかんのですよ。あのね、はっきり言うけど、もうちょっと時間をいただきたい。時間をいただいて、献身的なボケをさせていただきたい。ほんならこれ読まれた時に言えや。それはちょっと待ってくれと、うんうんうん、でもまあ今の聞けてるよ。え、終わらすの？ちょっと待ってーなー。分かった、ほんなら次言っとくわ。うんうん、ええよ。喧嘩上等の松本さん。あ、これは言えるね。ボロ切れのようにやられている人が、ね、さらにボコボコにやられたら何のようにやられたと表現すればいいんですか。やっぱり男、うん、特に男はね、どっかでそういう目に遭うことも あるかもわからないですね、うん、ただ僕は根性っていうのはまあ僕のためにあるような言葉でね、うん、でやっぱり確かにボロ切れのような目に遭ったことはありますね、うん、なるほどなるほど、でも普通ボロ切れになったらもう根性がなくなってやめてしまうんですけど、うん、僕の場合はそれよりもまだ根性があるので、うん、もうフラフラになっても行ってしまうんですよ、ね、なるほど。そこでまたボコボコにやられた。ああ、だから僕はボロ切れ以上の目に遭ったことはありますよ。ほんならどう表現すればいいか、これ言えるじゃないですか。何がですか？だからどう表現すればいいか言えるじゃないですか、体験。それは言えるでしょうな。お前目クソ取りながらなんやその態度。じゃあ教えたってくださいよ、それ、はい、ボコボコ以上、ボロ切れの上ですか。ああ、ボロ切れっていうのは何のことを言ってるか知ってますか。雑巾とかそういう。雑巾ですよ、これはいわゆる面ですよね。あ、はいはい、ええ、はい、でこれ以上ですから、これの上ってなるとやっぱり何ですかね、アセテート。あいつアセテートみたいになられてる。その上になる、まだその上ありますからね。その上はもうレオン。破れそうもないやん。そういう風になっていきますわな。あ、先生と。その上がもうポリピレピロインです。あともっとひどいのが朝20、麺80。一時言われへんやん。やられてるやつ捕まえて、うん、あと表は面で裏で。ええわ。